写真バージョンと、今回の私が描いたイラストバージョンがあります。これね、24歳だからね、今年限定の、あのイラストになってるんですけど、頑張って描きましたよ。よっ、ピント合うかな、こういうやつ。あ、違ったね。でも見えてるよね。そう、こんな感じでちょっと自分の、自分のイラストを描いてみました。それと、写真、ちょっとエモい感じの写真がねありますので、これね、缶バッジじゃないや、マグネットになってるので、こう、なんだろうな、冷蔵庫になんか貼ったりとか、なんやかんやをしていただけたら嬉しいです。これ、ランダムなので、どっちかがついてきます。はい、そしてステッカーもあります。これも私が書きました。いきますよ。じゃじゃん、ミヤノカレンバースデーイベントライブストリーミング2020、イエーイ。そう、うまくなったね。うまくなったね。本当だよね。マジで誰か雇ったんじゃないかって言われたもん。ちゃんと書いたもんね。ちゃんと書いたよ。頑張って間に合わせたよ、納期に。そう、これも自分の絵になってますので、これもね、今回のあのあれ限定になってましたね。そうで、当たりも、当たり付きっていうものがあってですね、これとはまた別に、もう一個、あのステッカーがついてくる、ステッカーっていうか、なんていうの、カード、うん、ステッカー、ステッカーか、ステッカーがついてくるんですけど、そっちには、直筆で、あのもうメッセージを書いてます。私がメッセージを書きましたので、それが当たり付きになってます。あのこの間ね、インスタに上げた秘密の作業中があれでした。はい、なのでよかったら、ありがとう、本当に上手くなった。嬉しい、褒められると嬉しいね。はい、こんな感じでした。まず一つ目はこれと当たり付きのステッカーになっています。はい、結構商品説明いい感じじゃないですか。いいよ、ジャパネットみたい。え、そっち？もうちょっとなんかさ、YouTuber っぽいとか言ってる。YouTuber っぽい。やった。いいね。で、ちょっと。はい。次は。ありがとう。はい。ポーチ行きましょうか、ね。あっ、ね、作りたかったやつ。おお。念願の。あ、いいですね。あ、すごい、いいじゃん、いいじゃん。これ、ポーチでーす。じゃじゃーん、じゃじゃーん。いいね、これもね、ポーチ用にちょっとデザイン描き足したんですよ、私は。ちょっとフィルムっぽい感じにしてみました。結構サイズがね、いいですよ、大きめで何でも入りそう。メイクポーチにもできるし、なんだろうね、なんか小物もいっぱい入れるのもいいだろうし、ちょっとあの ペンケースにはできないけど、学生の人、まあなんかお道具箱みたいなにすればいいと思います。はい、結構大容量です。そうそう、何でも入る。私これカメラ入れようかな、入りそう、いいですね。白いチャックになってて赤いデザインです。これも今回限定のものになっていますので、よかったら買ってください。誕生日前に届くのって方がいらっしゃったんですけれども、はい、明日までに注文入金お済ましになられた方には、うん、イベント前に届くようになってます。うん、 いつでも買えるけど、明日までのご入金、ご購入だとイベント前日に届きますのでね、まあ一緒に買ってちょっと楽しんでもらえたら嬉しいですね。はい、中はでも普通よ。ちょっと今爪も色同じ感じ、こういう色です。ちょっと爪物してるからね。はい、スイッチはね、スイッチは入らないんじゃないか、スイッチは入らない。あ、 DS なら入るかな。うんね、カメラ入れればいいんじゃないですか。ありがとう。そうね、思ったより結構大きくていいですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きますか。
じゃあ、手元で商品として見せられるものラスト。お、トートバッグ。いや、わー、ねえ。わー、いいじゃんいいじゃん。これも結構大容量な感じですね。深山がしっかりめの大きめがいいっていうことだったんでこれになってます。あ、そうなんだ。そういうことだったんだ。すごい、結構大きいですね。いい。この写真はね、私が撮った写真なんですよ。あのハーフカメラで撮った写真。猫と私の足元ですね、その時の衣装でね。ここに私が描いたデザインがちょっとついたりとかもしてます。あ、エコバッグにしていいって。あ、ぴったりじゃないですか。これ全然ね、入るよ多分。ネギ入るよ。いいじゃん。結構大きいから確かにエコバッグに向いてるかもしれない。うん、普通にね、パソコンとかも入る大きさだし、うん、何でも使えると思います。 A4 が入るのがね、素晴らしい。そうですね、 A4 入んないと始まんないですからね、何でも。私もね、台本が入るのがありがたい。いいですね。これどうですか、うん、可愛くないですか。どうどう、グッジョブ、ありがとう。フランスパンは入りますか。余裕だね、入るよ。結構街もね、うん、下が確かに結構ちゃんと街があって、そう、安定してるの。結構自立するよ、すごいね。詰め戻してるからね。確かに。すごいね、本当に作りしっかりしてるよ。よかった。もうちょっとね、あの生地ペラペラかなって思ってたら全然そんなことなかった。結構しっかりしてるから、丈夫だから使えると思いますよ。嬉しい、みんながおしゃれって言ってくれてます。嬉しい、おしゃれを頑張ります。宮野24歳。今日の雰囲気に合ってますね、ハーフカメラの写真が。ああ、確かにいいですね。これ男の人でも持てるよね。大丈夫だよね。なんか一応そこはちょっと意識して作ってます。女の人はもちろん男の人も使えるようなグッズにしたいなっていうのを意識して作りましたので、はい。シンプルめでおしゃれめで、そうそう、ありがとう。エコバッグにも、確かにね、エコバッグいいね。ね、嬉しいね。そう、猫とずっと目が合うシステム。ああ、確かに。本当だね。ちょっと寝てるんだけどね、この猫。可愛かったわ。写真楽しかったな。はい。嬉しい。インテリアにもおしゃれって嬉しいな。これ考えたのはカレンちゃんです。私です。全部ね。考えましたよ、どのグッズにしようかとか。そう、深山全部考えました。考えた、一生懸命やったよ。これ黒だと思っている方がいるんですけど。あ、本当ですか。おネイビーさんです。ネイビーだよ。見えづらいかね。これが黒でこれがネイビー。だいぶ違くない？でもね、濃いめな感じではあるかもね。赤が目立つようにちょっとしてみた。赤もでもね、これで見ると結構なんかうわ浮き出てるみたいな感じに見えるけど、実際見るとね、馴染んでるからいい感じですよ、うん。トートはね、ちょっとオフホワイトで、うん、オフホワイト、ナチュラルな感じです。ちょっとこう黒い点々みたいなのがあって、ナチュラルなエコって感じ。わかんないけど、うん、はい、結構入るから、ほんといっぱい使ってくれると嬉しいです。ありがとう。はい、あとグッズはね、この他に、うん、はい、ボックスカレンダーと生写真もありまして、カレンダーの方はファンクラブ限定の商品になっております。カレンダー限定です。はい、その写真がこれか。はい、生写真がね、今回3枚ですよね。はい、になってまして、3枚セットです。
これ見せちゃって大丈夫なのかな。いいですよ、いいお気に入りの写真を選ばせていただきました。ちょっとね、皆さん反転してますけど気にしないでください。ごめんね。まず1枚目、じゃじゃーん大人っぽい感じ、赤い衣装いいですね、うん、そして次こちら、夏エモい土正面、はい、続いてこちら私のお気に入りのハーフカメラと、これまたちょっとエモい感じ、はい、こんな感じですね。生写真、これはランダム、これはセット、あ、セットか、3枚セットになってます。全部一発でもらいます。いいっすね、うん、なかなかいい写真じゃないですか。飾ってもらえたら嬉しいです。はい、どうですか、赤いミヤノが人気ですね。おお、ほんと嬉しい。私最近まで自分赤似合ってないと思ってたからさ、なんか赤の衣装をちょくちょく着ることがあって、それでね、なんかいいって言ってもらえるようになってね、ちょっと今嬉しいんですよね。新しい発見でした、今年の。嬉しい。はい、あとはカレンダーでいっぱい写真が見れます。はい、カレンダー12月ありますからね。宮間的お気に入りは、宮間的お気に入りはね、そうだな、今回のデザイン、どれだろうな、今見せれるのだとね、決まらないどれがいい、今じゃあ生写真では見なかったスタイルのやつの方がいいかな。じゃあね、これとか、これとか、これとかどうですか、見づらいかな、ちょっと決めてる感じの、見づらいね、見づらいね、うん、ちょっと決めてる感じ。赤い衣装もね、全身の写真がありますよ。あとね、これとか、9月、ぼやけてるねうん、とかかな、全部見せちゃうとあれか。はい、これも一枚一枚ね、富永さんとね、なんかこの月っぽいねみたいなの話しながら選びましたどうですかね、見えてる、ありがとう。そう、結構いろんな表情のね、集めてみたので、去年のも結構良かったですよね。良かったね、お気に入りだった。私も部屋にね飾ってた、うん、お母さんとかもね喜んでくれましたよ。よかった、なんか仕事場の机に飾ってくれてる人がいたんだよねコメントでいつだったかな、なんか見て嬉しかった。ちっちゃいから確かに置きやすいのかもなって思って、今回もその同じサイズのやつを作ってみました。よかったらどこかに飾っていただけたら嬉しいです。ありがとう。あとは通年でおチョコ販売してます。おチョコオリジナルのおチョコを作っていますので、それもよかったら、あれなかなかいいですよ、結構私使ってますよ、あれで飲んでる。あ、富永さんが撮った写真使えないんですか、いい感じだったのに。だって使ってます、使わせていただいてます、ね、ありがとうございます。そう、結構ね使ってんだよね、使わせていただきます。本当に上手だからね、楽しいですね、車体がいいと、うん、嬉しい。さてラスト、はい、もう間もなく終えなければなんで、うん、バースデーイベントの告知を改めてお願いします、うん、はい、皆さんお付き合いありがとうございました。
バースデーイベント、さっきも言いましたがバースデーイベント12月12日19時より、本番は始まりますので、それまでに、チケットを購入していただけると特典がついてきたりとかもしますし、明日までねグッズは買っていただくと前日に届いたりしますので、詳細をね結構ツイッターにも載せたりとかしてるので、そっち見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そうだな、なんかプレゼントみたいな感じで今回はね結構盛りだくさんにしていますので、受け取ってもらえないと悲しいので受け取っていただけたらなって思います。なんかありますか、あと大事なこと言っとかないとみたいな。なんだ、まあアーカイブも残ってるので、当日見れない方はそっちで見れる心の余裕を持っていただけてでもいいんじゃないかなと思います。はい、なんか逆に皆さん聞きたいことはありますか。そう、タンプレね、あ、タンプレね、またスタッフからもツイッターさせていただきますけれども、うん、深山カレンにタンプレ届けたいと思ってくださる方は、うん、前々日12月の10日までに弊社まで、うん、弊社ホリプロまでお送りいただければ、うんうん、はい、どうにか届けますホリプロって住所何後で送ります。お願いします。後でツイッターかな、インスタにも載せるかに詳細書いておくので、そちらの方にプレゼントを送っていただけたら私が受け取ります。ありがとうございますはい、あとは仕事だから応援、頑張って仕事頑張れ。あ、当日は何を、飲み物は何を用意したらいいですか。何でもいいよ、お酒何でもいいよおチョコで日本酒乾杯はありです、ね、あ、確かにね、おチョコで日本酒乾杯いいね。なんか乾杯しますか。じゃあ私は何飲もうかしらね。じゃあ間もなくラスト、はい、お別れ。はい、じゃあいいですね、結構たっぷりやりましたね。皆さんお付き合いありがとうございました。これから、仕事の人もね頑張って、テストの人も頑張って、学生頑張れ、はい、じゃあまた今度はイベント当日かな、もしくはアーカイブで皆さんお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。